こんにちは、みんな給食です。やっほー。そして安崎です。やっほー。そしてチャルです。やっほー。かわいい。むしゃっとしてる。はい、はい、今日はですね、うん、チョビちゃんと安崎さんと3人でお出かけをしていきます。で、私がね、はい、どうしても行きたいチョビちゃんと一緒に行きたいカフェがあって、うん、そこをインスタで見つけたので、うん、そこに今日は3人で行きたいと思います。よかったら最後までご覧ください。スタート。でしたね。美味しそうな匂いしてた。欲しくなっちゃうんじゃない。二人で。二人でやって。ちょうだい。ちょうだいちょうだい。ちょうだいちょうだいちょうだい。あ、怒った。嫌だって。しつこかった。Yes。取り合いしてるからじゃないもん。あ、そっか。戦闘モードなんだ。キャビン。楽しい？よかったね。枝豆。
米ガーリックが来てた。うん。はい。こう来たかったね。インスタで見つけて、あ、ストーリーで見つけて。インスタの？うん。でメモってインスタフォローして、絶対近々来たいと思います。リード備える持たなくても大丈夫。リードフリーで雨の日もワンちゃんがストレスなく走り回れて楽しいよみたいな記事を見て最高じゃんと思って。で看板犬がいるって書いてあったのがトイプ、タイニーとかそのあの子たちだったから、もう絶対チョビタンと一緒に合わせたいと思って。確かに。チョビタンさ同じ犬種だと仲良くするじゃん。うんうんうん、だから大丈夫だろうなと思って。やっぱ大丈夫だった。そうですね。うん、でもあの子たちもおとなしいからね、うん。一緒にいるもんね、やっぱり兄弟だから。ね、かわいい。ハマっていない。チョビ、楽しい？でも楽しそうだね。あ、来てんの。ねえ、来てんの。あ、来たの。どっちてんの、どっちてんの。ささみキャベツ。うん、ささみキャベツ。チョビタンが好物のささみとキャベツ。野菜も好きだからね。チョビ野菜好きだもん、ね。うん。カフェに来ました。2軒目、はしご。リサちゃん、スパークリング。疲れちゃったの？楽しかった？疲れちゃびた。いつもさ坊やだからさちょびが一番の、うん、今日自分よりちっちゃいことあったから。どうでしたか？水だこっぽい。若い子と遊んできましたね。ベイビートリープーズと遊んできたね。あのカフェにいた子たちもみんな若かった。うん、やっぱトイプードル同士は比較的大丈夫そうだね。うん、他の犬種だとちょっとうんってなる時がある。担当種がちょっと苦手だったんですよね。そう、うん、まあ、それはもうワンちゃんのあれだから。しつこいとグイグイ来られすぎるよね、怒っちゃう。でもちょっともしつこい時あるけどね、お互い様だね。それここで寝てる。もう疲れてる。休んでます。今日さカフェにいた子たち逆にさ、うん、あのぐいぐい来ないタイプだったじゃん。あ、そうだね。だからなんかちょうど良かったのかもね、処理的にも。でも そうなると全然交わらないよね。ああ、そうだね。一緒に遊ぶ感じだから。でもあの子たちは兄弟だからさ。うん、まあね、あの二人で関係性できてる。疲れちゃったの？タンパク質ですからね。
大好きやっぱり。ほらほら。美味しいね。うん。最高。赤身だからいい。うん。赤身最高。うまい。おまけのちょびたん。最後までご覧いただき本当にありがとうございました。編集終わりの新垣です。はい、今回はですねちょびたんと安武さんと3人でドッグカフェにですね行って楽しんできました。とっても楽しい休日でちょびたんも喜んでてとても嬉しかったです。いつも見てくれて本当にありがとう。またねー。